おはようございます。今日はね、柏原神宮にやってきてます。ちょっと散策してみましょうかね。正月は毎年来るんやけどね、この辺いっぱいね、もうお店だよ、もう屋台いっぱい出たんやけどね、こんな人がおらん、まあびっくりしますね。正月はすごい人やからね、こんなの歩いたのは初めてじゃないかな、この少ないのは。いや、夏に来た時でもね、こんなところ歩いてないな。今鳥一本目やろ。こんなに広かったんかな、このねえ、ちょうど真ん中歩いてないけど、ほんま広いですわ。ほんで朝やけど誰もいないね。いやー、こんな人がいない柏原神宮ってほんまに、ま、見ないな。正月とか、なんか休みの時とか寄ることあったんでね。それはそうと、鳥居は、一本だけか、ちょっと分かってないな。どうやろう、いつもな、この辺からで入ってくんねんな、いつも。この辺から入ってくんねや。入ってくる場所も分からへん。ここやな。この辺がね、奥に取れるから大概、この辺から入ってくんねんな。いやー、こんな広かった。これ露天がいっぱい立ってるからね。いやー、こんな広かったのかよ。これはわしも初めてやな。こんな広いって。いやー、ほんまに広いよね。こうやろ。で、この橋を渡って、で、距離的にはもっとあるけど、こんなないんやね、これ。人混みの中やからやかな。こんなんですわ。右も左もこんな広いんかいな、これ。これ、あの、露天がすごい立ってるけど、全然全く見えないです、この横がね。いや、びっくりしました、この広さは。この間をね、あとね、露天の間を歩いてるから、いつもね。今度は生姜取らなあかんな。こら、びっくりしましたわ。生姜と緑はあんねんけどね、どこか探したらね、そろっとしか取ってないけどね。なるほど、こういうことでしたか、柏原神宮さんね。これがね、まっすぐ行ったらね、ね、左に池があったかな。池があったような気がするんだけどな。まあね、本殿まで行って帰、なんか買って帰るってそんな感じやからね。え、正月はものすごい人で、嘘みたいでございます。これなんだ、もうこんなところも来れんねんな。わしのね、なんかおかしいか、どっかって間違ってるかな、なんかね。左に池があったような気がしたんだけどね。あの、正月来るけど、まだこう池なんか見えへんからな。なかったっけ、俺勘違いか。そうか、勘違いじゃ、あ、いや、あるある。ありますわ。あるわ、あるわ。ね、間違いないわ、これやわ。こういう池の配置は、あの、かなりね、池のところ見てもね、入り口前に池があると多いんですよね。神社ね、こうや。ね。いやー、鴨がね、泳いでます。三々五々とね。
それではこちらの方から本殿参りましょうかね。この正面からこんな見たことないな。いつもね歩いてるこんなやつをね真面目に見ることないもんな。こんな広いんですか。いかに正月のあの露天があったり人が多いからね、こんな広いところなんだな。びっくりしましたわ。ここやね。ほんで本殿はもうすぐ行って左側やったかな。こんなんですか。紀元2679年でございます。今ここはね、明治の天皇がね賛同されてね、寄付金集めて作られたんですよ、ここはね。はい、はい、入ってみましょう。正月はね、この辺でいっぱいね、弓矢とかいろいろ売ってたんだけどね。で、これ歩きにくいね、これね、綺麗にされてるからさ。ね、綺麗にされてますさ。これがね、正月は人がいっぱいでね、こんな広いとかね、こんな広いですよ。ね、正月のね、参拝者休憩所があるのか。え、ここ休憩所、ここ休憩所、休憩所があったら、この辺もね、いろんなもの物置きはったんじゃないかな。弓矢とかね、あれは正月の時見ましたわ、あれね、あのすごいの。あれはね、右あったり左あったらどういうわけか知らんだけど、なんか変わるんやけどね、なんかあるんですね、取り決めがね、あの海運ですよ。で、正月はね、ほら絵が変わってるな。今日本殿入られるんだよね。まだ時間が早いわけか、そういうわけじゃないか。芸春が海運に変わってます。あれはね、芸春だったよね、ね、あの看板が。これも真正面でございますね。真正面です。走ってみよう、ちょっと見てみようか。やっぱり おことかでございますね。もうね、真正面で向かっていってんやけどね。ここに幕をね、いっぱい広げて幕をしてあるんでね、わしらが来る正月はこんなに見るの初めてやわ。ねえ、こんなんですわ。これは初めてございますわ。これは一般的な作りやね、神社のね。ね、みんな掃除してありますわ。左右対称ですね。左右対称と言いますかね。今掃除をされてるんでね、そちらはちょっと取らんときましょうね。寝込んだんですよ。ね。これでまたこうやってね。ちょっとね、歩きにくいんですが、ものすごくね、整備されてる、整備されてるというかね。これはね、
今ね、左で順番で右に微動後でね、見比べてみましょう。なんかどっちが揺れるかね。いやー、下綺麗に整理されてるんでね、歩きにくいね、歩きにくいし、申し訳ないね。これどこやったかな、金剛寺か。金剛寺も綺麗にされてるんでね、歩かれへんなんだね。左にコンクリートがちょっとあったんだけどね、あれもね、吉原市やわね。えこれこれ、このあの池がね、正月は池見えへんわな、全然見えへんわな。あのね、もう人がいっぱいでね、ここ左にいつも回るからね、ここからこんなんでしたわ、ね。まあちょっと桜咲いてますわ、なんか知らないこの桜ね、咲いてます、咲いてます。こうちょっと歩きましょうね。今ね、大体ほぼ同じ方向で、ね、撮ってますからね。これではね、参道ですわ。これね、見えますかね。参道はね、思ったよりね、短いんですわ。柱のイメージでももっとあるんだけど、やっぱりね、ここに両側にね、路線がいっぱい立つんでね、だからもう、あれですわ、もう真ん中で、ね、どれぐらいあるかな、この真ん中が5、6メーターかな、今じゃないけど、ここお客さんいっぱい歩いてるんでね、体がすごい人やからね、こんなとこは、あのことさらわしらは分かってないでしょうがね、こんな広いけど、ね。これ上は何やってるのかな、なんか外してあるの、うん、あのちゃんはえらいほこりを出して掃除をしてやるんやろうけど、まあ、あらいかんな、あれわからんじゃないけどな、あまだ危ないもん。そうか、あれは掃除するのにもええけど、やっぱりほこりがすごいもんやな。こんなんでさ、ちょっと邪魔があるから右を歩きましょうね。これがなかったら便利なもんですからね、ほこりが。ほこりがすごいもんですね。ね、柏原神宮はものすごく広いんやけどね、あの館がそんなによくて建ってないんでね、あのいろんなね、墓がいっぱいあるいうことでね、いろいろ書いてありますわ。ここはこうね、ゆっくり長くの人はね、考古学不安なんかいいんじゃないの。わしらはね、測りでもわからへんしね。そうなんです。だから思ったよりね、なんかもっと距離あると思ったけどね、そんなないんだよね。ほんでね、そこをね、右に曲がると、ね、駅があるんだよな。柏原神宮駅かな、なんかあるんだよね、近鉄の。今日はね、朝早くからね、柏原神宮ちょっとね、覚えてみましたよ。ありがとうございました。